ゆきこちゃんの中の人です。プレイステーション4版バイオハザードゼロ HD リマスター、ゆきゆき実況動画通気を再開したいと思います。うっかりここの下に入ろうと してしまいました。この下はスタート地点です。電車から脱出してここに、ここから洋館に入ったところです。間違って進んでしまうところでした。今回はこの鉄細工の針、これを何としても処理したいので使うところ探していきたいと思います。やっぱり中央ホールの2つの重りのことが気になります。なんか BGM が敵の叫び声に聞こえてすごく怖いです。そうですね、もう作ったハーブと、あと玉、玉は回収したんですね。こいつら、間違えた。もういいです、いっぱいあるんで、簡単ものなんで。レベッカ、早く行ってください。ここに仕掛けがそういえばあったんです。サソリがいただき、あの合体的な出ただけじゃなかったんです。ここで使うんです。これで扉が開くはず。時計は何分に合わせるんだったかな。拾ってきた書類に書いてあったはずです。あった、これだ。8時15分、あったあった。所長の通達、これです。これで8時15分に合わせます。あ、逆、じゃあ何分かです。15分なので3のところです。じゃあ短い方、左に回そうかな。これで OK、 8時15分です。あ、鐘が鳴った。いや、ここ昼人間がいるとこです。ここと、ここ、2箇所扉開きました。よかったです、やっと進めるようになりました。
弾もったいないです。ああ、2発も無駄打ちしちゃった。残り1匹だったんでスルーすればよかったです。よし、これで道つながりました。またホールに戻ります。それじゃあこちらの扉から調べていきたいと思います。開けます。ゾンビだ。で、何か書類がある。詩の一部、あ、詩の一節。うわ、3匹もいる。あ、そう、4匹。あ、こっちにもいた。あ、どうしよう。傷ついてる。取りにくいな。ちょっと取れた。あ、マイクロフィルム B。これで全部かな。あ、レベッカ倒してくれた。あ、二人とも、きつい。全然。これを。あれ、渡すがない。あれ、別々になってる？あ、戦闘中だから渡せないとか。行きましょう。あ、ちょうど置いといた回復アイテム持ってきてよかったです。渡す。簡単モードなのにこんなにすぐ重傷になってしまうとは。向こうを見てくるわ。ああ、ついてきて。ああ、他に物はないかな。これだけかな。これであそこの部屋は捜索完了です。次はこっちかな。うわあ、そんないきなり。まだいた。先に捜索したからこんな風に。ビビってまたホールに戻ってきてしまいました。あ、持てない。あ、ショットガン。あ、レベッカが持っていた。ショットガンの弾合体です。
さん置いとこうかな。よし、行きます。あー、どうしよう。フィルム向こうの部屋に置いてきちゃったです。そして、やだな、昼人間また通るの嫌です。こんにちは、気持ち悪い。むしむし。ここにもいる。はい、むしむし。あ、捕まえた、まずい。カメベッカ一発撃ってくれてありがとう。むしむしむし。まずい、レベッカ捕まえてる。ごめん。あ、ついに戦っていた。ごめんね、変なとこでキャラクター切り替えちゃって。こっちにもいる。ここか。また通っていかないと。ここでフィルム使うんでした。わあ、フィルム A 持ってこないと。B だけ使おうかな。ここはフィルム投影機です。おお。パスワード。投影されてるです。他に扉は、フィルム、置いてきちゃったです。他にアイテムはない。またでは、また昼人間のとこ通ります。こっち来た。手足伸びてきた。よし、レベッカも来たね。大丈夫だね。置いてきたフィルム拾って、またあそこ通っていきたいと思います。これです、これです。はい、これとこれで AB。